ヨシキさん、ヒースの旧姓に際立つ、模服自撮り、行為ファンの反応。日本のロックバンド X ジャパンのベーシスト、ヒースさんの旧姓に関連し、バンドのリーダーであるヨシキさんが模服姿で自撮り写真をインスタグラムに投稿した出来事が、ファンとメディアの注目を集めています。この出来事は、ファンの中で賛否両論を巻き起こし、 その背後には、ヨシキさんの行動に対する異なる見解が存在します。この記事では、ヨシキさんの、モフクジ取り、についての情報を提供し、ファンの反応を紹介します。ヨシキさんの急遽の帰国。11月7日、X ジャパンのベーシスト、ヒースさんが、急性したことが明らかになりました。彼は55歳でした。 キース・オーソン・病ョを今年に入ってから体調不良に悩まされ、医師の診察を受けていたと言われています。しかし、その時点で癌が,が進行しており、10月下旬に他界したことが判明しました。当時、バンドのリーダーであるヨシキさんはアメリカの NPO 団体の受賞式に出席するためにサンフランシスコに滞在していました。 しかし、ヒースさんの方を聞き、受賞式への出席をキャンセルし、急遽日本に帰国しました。この出来事は、ヨシキさんのファンとメディアの注目を集め、彼の行動について議論が巻き起こりました。特に、ヨシキさんが模服姿で自撮り写真をインスタグラムに投稿したことが、一部の人々にとっては驚きと意義を呈する要因となりました。 もふくじとりに対するファンの反応。よしきさんのもふくじとりがファンの中で物議を醸していることは事実です。以下にファンの意見をいくつか紹介します。驚きと不快感一部のファンはよしきさんがヒースをソングへの訃報を受けて自分のもふく姿を自撮りして投稿したことに驚きと不快感を抱いています。彼らは この行為が不適切であると考えており、以下のようなコメントが SNS 上で見られました。待ってヒースが死んだのにも服着て自撮りしてたのよしき信じられないんだけど、自分インスタしないからよしきのも服自取り始めてみた。しかもエアー,ーの方と共に、よしきって破天荒だけど、常識さは持ってるのが良かったのにこの自取りはない。何で取ったあげた 信じられないけど、それでもあなたの作ったアートオブライフ聞いて寝るよ。メンバーが、ヒースが必死で仕上げた曲。今朝ニュースでヒースをソングへの不幸を知った時、身内に不幸があった、って言ってシレットも服姿を自撮りするよしきの姿に若干、というかだいぶ引いた。この人こんなに常識ない人だったのかって思ってしまった。 理解と配慮の観点からの指示一方で、ヨシキさんの行動を理解し、配慮の観点から指示するファンも存在します。彼らはヨシキさんが困難な状況に直面し、家族やバンド仲間を失ったことを考慮して、自撮り、写真を投稿したことに理解を示しています。ヨシキのも服自撮りは状況説明のためだと思ってたから、特に何も感じてなかったな。 嘘ついてると思われて叩かれてもなんだし何しても文句言われる人だろうし、吉木の自殺りゅは大きな表彰式を欠席しなきゃということへの関係者への配慮もあるかもしれない。ただファンはそこまで判断つかないだろうけど、間違いなく家族のようにいて戦ってきた戦友がいなくなって平常心ではないだろうから、きついのはメンバーだよ。 ヨシさんの模服ジ取りは一部のファンから不快感を引き起こす一方で別のファンは彼の行動を理解し支持しています。この出来事はアーティストとしてのプライバシーとファンとの関係性について再考する機会を提供しました。ヨシさんの行動をめぐる議論は彼の地位と影響力の大きさを示すものであり、 彼のファンとの絆がいかに強いかを示唆しています。